初版の楽譜バガテル、エリーゼのために、は、ルートビヒバンベートーベンが1810年4月27日に、作曲したピアノ曲。WOO59 の番号が与えられているほか、当時番号を付けて、バガテル第25番と称される場合もある。ポコモード、イタンチョウ、8分の3秒子、ロンド形式。イタン調の続音である、いい音と、半音下のディス音が揺れ動き、 両手のアルベッチョへと続く主題が特徴的。ヘチョウチョウに開始される、愛らしいものと、主音の補足低音が鳴る、激しいものと二つのエピソードを持ち、それらと主布団の対比が明確で、形式的にも簡素でわかりやすい。トリル、分散和音、オクターブトレモロ、連打音、三度の和音、六度の和音、三連符、半音階と様々な演奏テクニックが盛り込まれている。 エリーザベト・レッケル・テレーゼ・マルファッティ・エリーゼのためには本来テレーゼのためにという曲名だったが悪質で解読不可能など何らかの原因でエリーゼとなったという説が有力視されている。本曲の原稿はテレーゼ・マルファッティの書類から発見されたものであり、テレーゼはかつてベートーベンが愛した女性であった。この説ではテレーゼ・マルファッティがエリーゼの正体ということになる。 2010年、ドイツの音楽学者、クラウス・マルティン・コーピッツは、ベートーベンが、ソプラの歌手、エリーザベト・レッケルのために作曲しているという仮説を、実著で発表した。この女性は1813年に作曲家、ヨハン・ネポムク・フンメルと結婚した。ありがとうございます。